はい、皆さん、トライアングルです。ということで、テンスラモッドのね、まあ、2日目になるのかな、やっていきたいんですけど、すいません。ちょっと皆様に一回謝らないといけないことがありまして、なんかね、テンスラ一回入り直したら、まさかまさかの、なんかね、その、リムル状態というか、スライム状態じゃなくなっちゃって、で、やり直そうとしても、なぜかちょっとスライム状態に慣れてなかったんですよ。なので、ちょっとワールドを再生成しまして、で、一応、鉄のつらしも入手した状態だったかな。で、ダイヤモンド4つ。で、まあ、ある程度のパンもあったので、パン。で、あと、石の斧が持ってたので、で、ヘルメットと、ブーツかな。はい。で、あと、盾ですね。こちらを持った状態で、改めて、ちょっと始めさせていただきたいと思います。ちょっと2日目からね、まあ、ほぼ、全く、一緒の状態だとは思うので、まあちょっといろいろ物資はなくなっちゃってるけど、まあこれで改めていきたいと思います。もう多分次は大丈夫だと思うんですけど、はい。ということで、じゃあ行きます。とりあえず、よいしょ、すまん、いやー、くそ、ジャンプがしづらいでござる。これジャンプ力が高いからな、スライムの場合。とりあえず前回ちょっと洞窟にいたと思うんですけど、なんかそうか、洞窟にいて、しかもなんかすごい大、なんだっけ、すごいなんかエメラルドみたいな、すごい宝石みたいな鉱石をゲットしたんだよね。だからそれもちょっと、まあなくなったわけじゃないけど、再生成したから、同じとこ行けば多分あるとは思うんだけど。そう、んで、あそこに、やっぱりテンスラのね、まあ建造物というかあるので、あそこでちょっとできれば、あ、ちょっと待って、その前に、羊さん、あなたをいただきたいです。よし、とりあえずちょっとサクサク行くか。これ倒してみたいな、倒していい？おら！おら！いやー、やっちゃったかも。怒ってる？大丈夫そう？あ、でもいける。スピードはすごい遅い。でも、あ、怖い！当たり判定がわからん。当たり判定がわからんが、よし、いける。一発攻撃受けてみる。わあ！よし、オッケー。敵の攻撃を受けてから、おら！よーし、倒したー！いや、倒していいもんか分からんけど、ごめんね。ちょっとなんか経験値が欲しくて。よし、初戦闘だ。多分ミカ、あれだ、あれどっちかな？どう思う？みんな敵じゃん、絶対敵じゃん。いや、でも、昼に出てくるってことは、味方、かな？え？どっち？あー！逃げろー！全力で逃げるんだー！痛い！終わっちゃう！あ、終わっちゃう！やだ！え？やだ！ちょっと待って！やだ！やだー！ハードコアなので、このワールドは終わりです。え？普通に昼間でも襲ってくるの？1日目からじゃん。もうやり直し。よし、では改めていきたいと思います。まず本当はね、ハードコアでやりたいんだけど、まあ一回やられないといけないということで、スライムでいきますよ。さあ行くぞ、よろしくな。よ、こんにちは。あれ、ん、何これ。あー、そっか、ちょっとリスポーン位置がおかしかったのかな。ちょっとリスポン位置がずれて、なんか多分下に行っただけだよね。びっくりした。リスポン地点が変わったかと思った。で、とりあえず、わー、なんか平原があまりなさそうなところだけど、まあ、とりあえずちょっと借りますか。いやー、さっきの毒はさ、待って、あれ、なんだろう、0.5 で止まるとかじゃないんだ。もうずっと定数ダメージ入ってたよね。いやー、ちょっと、もう絶対分かった。これから教訓にする。昼間だからって言って敵が出てこないわけじゃないっていうか、襲ってくるんだ普通に。ちょ、勉強になりましたわ。よかった。あ、オッケー、食料問題解決です。よかった。あー、向こうにも村がある。素晴らしいのでは。これはいいですね。よしよしよし、いいぞ。落下ダメージはないからね。やったー、食料問題解決です。さあ、私に食料をよこしなさい、皆の者。とりあえずベッドはいただくぞ。すまねえな。よし、オッケー。食料問題は多分これで解決だ。で、あとちょっと村とか行って、
拠点を基本的にどこにしようかな。やっぱり村かな、あっちかな。でもこっちでもいいんだけど、まあでも村かな。せっかくなんかテンスラだから、テンスラの村で住みたい気持ちもあるんだけど、やっぱり住みやすいのはね間違いなくこっちの村だからな。とりあえずやることとすれば、これはまあ多分これスライムになるっていうことだから、これは関係ないんだよね。でこっちもおそらく関係なくて、これかな多分。ちょっと英語だからわかんないんだけど、おそらくまあこれが進捗だろうから、どうはわかんねー、やるべきことがわからん。ちょっとこれ Google 翻訳で調べた方がいいかな、次回までに。で進捗をちゃんと達成していかないといけないから、さすがにちょっとあれは Google 翻訳で調べよう、あの英語というか。でそしたらなんとなくわかるからね。何これ、ちょっと待って、これって、なんでカイオの心ここにあんの。これってさ、待って、これってあれお宝のさ、ここら辺にまさかお宝の地図があった、あ、宝の地図のさ、そのチェストがあって、でなんかで爆発した、で飛び散って海洋の心が残って、何これ、そんなことあるの、わかんない、海洋の心に詳しくないからよくわからんけど、正直使い道もわかんないからちょっとなんとも言えないんだけど、やったぜなんか水中で呼吸できるってのは知ってる。なんかこれをなんかコンジット的な感じで、なんかコンジットかなんかを置いて海洋の心をなんか置くと水中でなんか息ができるべみたいな、そんな感じは知ってるんだけど、へえ、落ちてんだ、誰、ジャイアントベア、これ仲間にならんかな、ちょっと待って、ネーム トラクマ、はい、でトラクマでできた、できた、ダメだね、仲間にしたかったな、あれ仲間にならなかったっけこの子、僕のやり方が悪いのかもしれない、もしかしたら、あれ、でも一瞬乗れそうになったんだけど、なんか名札とかもいらなかった気がするんだよね。本当にあのネーム何々でよかったはずなんだけど、やーべ、わかんねえ。オークでやってみてダメだったらちょっとまた考えよう。オークだったら絶対できるはずなんですよ、実際仲間にしたし。ジャイアントバット、ジャイアントバット、君は敵かい、うわー、いって、なんだ貴様、おいやめろ、なんだ、なんだ、やめろ、何、体力無敵です、無敵だ、助けてくれ、いって、どうしよう、どうしよう、無敵だ、無敵だ、来たぞ、助けてくれ、ひー、やめろ、あ、無敵じゃない、無敵じゃない、いって、あ、やばい、回復しちゃう、やめろ、やめるんだ、やめる、やだ、どうしよう、どうしよう、いや、なんで回復すんの、なんで回復すんの、なんで回復すんの、やめろー、ダメだ、逃げるしかない、これやめろ、いけない、やめてくれ、やめろ、やめろ、うわー、ぜあ、貴様も自己回復か、貴様は、ほら、よし、いけ、いけ、ダーネー、はい、ということで、まさかではないんだけど、でっかいコウモリにやられましたちょっと、いや待て、落ち着け落ち着け、俺はスライムだ、そうだった、そうだ、スライムは襲われないんだ、ま、クリーパーには爆発されたようです、はい、ということでちょっと残念ながら、まああの、まあ一応ね、設定はハードコアではないんですけど、転生するためにね、どうしてもハードコアではなく通常モードでやらないといけないので、まあ今回ね、まあハードコアモードで
まあ、やられたということで、ちょっとねこれテンスラモッドね、いきなりハードコアでやらない方がいいかもしれない。だからやっぱり初見なキャラクターが多いから、まずそのキャラクターを知るっていう意味で通常サバイバルをしてヒットファーイ、こういうことになるじゃん。でこういうことになるからさ、まずサバイバルして、でいろんな敵、何がの敵がやばいかとかいろいろ知ってから、まあそのちょっと100日サバイバルとかちょっとやろうかなと思います。はい、ということでちょっと今回はねちょっと残念ながら100日サバイバル達成できずということだったんですけど、次回以降はちょっとサバイバルをしてちょっと覚えます。でやっぱりスキルとかもあるはずなので、そのスキルとかちょっと勉強しておきます。テンスラモッド次回までに、まあ今ね言ったように Google 翻訳でちょっと進捗とかも達成したりとか、こういうのとかですね。であとさ、その今クリエイティブにしちゃうけど、クリエイティブにしてこういう感じ、ほらいろんな装備があるんですよ。ほらこのようにこういう感じのさ装備があるから、ほら武器とかも強いのあるよ、こういうの強いのあるよ。だこういうのもやってゲットしてさ、ちょっと頑張ってやり方をまずね覚えます。やっぱり強い敵に対して強い装備とか強い武器、こんなんとかさ、まあクリエイティブアイテムか、びっくりした。あーでもこれも強いぞ、攻撃力100とかあるからさ。であとこれ、こういうの多分スキルとかあると思うんだよ。ほらこういうスキルで絶対テレポーテーションとかさあるから、ちょっとしっかりテンスラモッドちょっと勉強します。はい、勉強して、で勉強した後に100日サバイバルできればなと思います。はい、ちゃんとね今まだ能力を生かしきれてないから、それをちょっと勉強したいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。絶対次までに勉強するぞ。バイバイ。